平和のあるのグランプリ2003ラスベガス大会優勝カタールウィリーシーついに夢の舞台にたどり着きました。 K-1 ラスベガス大会優勝者カーター・ウィリアムス。赤コーナーは180センチ110.2キログラム K-1 ワールドグランプリ2000準優勝ウレイセロー。今年こそ俺が頂点を取る南海の黒ひょうレイセコーです。それでは放送席ご紹介します。解説は K-1 プロデューサー谷川貞治さんです。谷川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもちろんこの二方長嶋一茂さん藤原紀香さんにも放送席に加わっていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあいよいよ始まりました K-1 グランプリ2003開幕戦。試合は K-1 トーナメントルール3分3ラウンド10カウントの3ノックダウン制です。3ラウンドで決着がつかない場合は最大2ラウンドの延長戦が用意されています。ようやくたどり着いた夢の舞台カーター・ウィリアムス K-1 初登場。対するはレイゼコー。2000年はファイナルまでたどり着いた男。さあグランプリ開幕戦いよいよスタート。レイゼコーが今年こそ頂点を取るんでしょうか。それとも新鋭カーター・ウィリアムスが一気にこのレイゼコー空も飲み込んでいくことになるんでしょうか。青いグローブがカーター・ウィリアムス。カーター・ウィリアムスいい体してますね。そうですね。この肩のあたりの盛り上がりなんてのは藤原さん、はい、まあ、初登場ですけどもちょっと引きつけるものはありますよね。ねえ、ちょっと波乱がありそうな感じですけどね。ちょっと予感はしますよね。これ久々にアメリカが強い選手が出たなって感じの選手なんですよね、はい、あしかしレイゼコーが左のローキックで、まだまだお前が出てくるのは早いと言わんばかりのローキックです。まあ、これだけの大観衆での前でですね、試合するのは初めてだと思いますから、はい、まあ、緊張しなければいいんですけどね、しかもね、あの8年前15歳で初めて K-1 を見て、はい、ずっと待ってたとカーター・ウィリアムスはそんなこと話してましたからね。今いいコンビネーションですよ。右のローキックも強烈に叩き込んでいったカーター・ウィリアムス、左フックレイセコーです。ただとはいえ長嶋さん、はい、相手はレイセコーの技術ですからね。そうですね、そう簡単にはね崩せないと思いますけど ね、 そうですね。あ今も左ハイキックが一瞬方をかすめました。ただ長嶋さん、レイセコーを倒せばこれ本物と見てもいいですよね。そうですね、それとあの両方左右両方スイッチして構えられるんですね。はい、そうですね。最初左だったんですね。最初ね、最初、はい、今は右腕を引いていわゆるオーソドックススタイルで構えています。もともとは両利きでどちらかというと左の方が強いと話していたカーター・ウィリアムス。右のストレート、右のスペースを返していった。レイセコーもよく見てますね。先に打ち込んだレイセコー、しかし返していったカーター・ウィリアムス。ただね、打ち合いですね、倒し合いですね。もう左のミドルキックです。もう早くもですね、レイセコーの右目はちょっと腫れてますね。そうですね、結構入ってるんでしょうか。ミドルキックバランスを崩した、ね、あのレイセコーが1ラウンドからバランスを崩されています。お互いに早いですね。ミドルキック、いや左の下、しかしこれはバランスを崩しました。これはダウンではありません、スリップです。まあ、体の勢いというか力はですね、カーター・ウィリアムスの方があると思うんですよね、左引け右引け、右の引け、レイセコー、すごい打ち合いですね。さあ、5ポイント。あ、レイセコーの右目の形はかなり変わりましたよね。ちょっとすでに頬を張ってますね、いいパンチは僕レイセコーの当たってると思うんですよね、レイセコーも確かに返しています。ただ顔の形が変わり始めているのはレイセコーです。右のストレート、レイセコー、しかしもらった後持ち返していったカーター・ウィリアムス。ちょっと聞いたんじゃないですかね。日本はこれが初めての K-1 です。ロープを背にして右のストレート。レイセコーはですね、名勝負製造機というか、はいはい、もう相手のスタイルに合わせますからね。そうですね。カーター・ウィリアムスが若さで来たんで、はいはい、もう真っ向打ち合ってますよね。レイセコー。あ、危ない危ない。今の右聞きましたよ。レイセコーが第一ラウンドから大きく顔面を張らしています。危ないですね。左ハイキック。はいはい。お、いいよ。来た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 。来ましたね。カーター・ウィリアムスよく耐えましたね。ここはしのぎました。カーター・ウィリアムス右のミドルキックガードした左フックはスリーバック。第1ラウンドを終了しました。しかし顔の形が変わっているのはレイゼコー。さあレイゼコーが第2ラウンド以降果たしてどんな試合を見せていくんでしょうか。あ、かなり跳ねましたね。あ、もちろん右目見えないんじゃないですかね。打ち合いの第1ラウンドから2ラウンドへ。さあまたサウスポーに構えましたカーター・ウィリアムス。このスイッチしてくるのもやりにくいかもしれませんが、右、ちょっと右、そして右の下、もしかしたら右が見えないかもしれない、かもしれませんね、まあ、そういった意味でもスイッチしてきたかもしれませんが、また大阪市に乗った左から右、ワンツーコンビネーション、さあ、こ
鵬が招き入れている。左フック奥に来た、しかしこれを顎を引いてかわしました。カーター・ウィリアムス右のフック、ボディこれは強烈、ボディ一発効きました。レイセボーのパンチです。右のパー、しかし右のカーター・ウィリアムス下腹部に入りました。下腹部に入りました。カーター・ウィリアムスの打撃が下腹部に入りました。入りましたからですね、これは下腹部への攻撃で今時計が止められておりますが、藤原さん、はい、ちょっと分かりませんよこの2人は。ちょっとセフォー選手ピンチですね。ですよね森さん、はい、先ほどのコミッションドクター見ましてね、一応目の動きは正常なので、はい、このままやらせますということなんですが、そばで見ましても相当腫れてましてね、かなりこれは視界が狭まってる感じがしますね。そうですか。あとカーター・ウィリアムスについてですね、K-1 関係者がですね、つぶやいてた話なんですが、明らかに強くなってる。前回の大会よりもディフェンス面、攻撃面全てを含めてレベルアップしてきていると。あ、なるほどね。今時計が止められておりますが、カーター・ウィリアムスに対して下腹部の攻撃でイエローカードが出されました。レイセフォーは立ち上がりました。果たして体力の回復はなったのか、右目の視界はどうなのか。今年こそ俺がチャンピオンになる、試合前そう力強く話していたレイセフォー、しかしこのグランプリ開幕戦いきなりのピンチを迎えている。目の前に立ちはだかる新鋭カーター・ウィリアムス、ラスベガス大会を制して夢の日本行きのチケットを掴んだ男、これが初めての日本の舞台。1分経ちました、再開いたします。これね、第2ラウンド、若干レイセフォーの下腹部の打撃が入ってインターバルが取られておりました。試合再開となりましたが、さあレイセフォーの動きはどうでしょう。いや正直言ってレイセフォーにあまり時間ないと思うんですね、これね。ミノストレート、ミノストレート、ミノロック押していく、カタヌリアも押していく、しかしレイセフォーも前に出る。いやレイセフォーも出ましていく、前には出られません。ロープを背負っている、手を出して前に出ようとしたんですが、カーター・ウィリアムスの圧力がそれを抑え込みました。圧力ありますよね。やはりちょっとダメージが大きいようだ。いや今筋肉もう一回入りましたね。もう一回入りましたか。入りました、入りました、はい、ちょっと荒っぽいですよね。まあカーター・ウィリアムスもねチャンスとは見てるんでしょうが、2ラウンドこれで2回目の下腹部の攻撃、先ほど1枚イエローカードはカーター・ウィリアムスもらっています。このシーンは、下腹部に打撃が入ってしまった2回目のシーンです。さあ再び試合再開です。この第2ラウンドはカーター・ウィリアムスのレイセフォーに対する下腹部の打撃が2回ありました。2回1回試合が止まったんですけれども、さあレイセフォーのちょっとダメージの方が気になる、そして右目の視界の方も気になる。ガードがダメで左引く、しかしこれでもパンチを出していく。さあ来い来いという、来いって、さあ招き入れています。すごいな、視界が効かないかもしれないその右目で、それでも招き入れているレイセフォー。それだけ頂点をつかみたいレイセフォー。右ロック、カーター・ウィリアムス右ラッパー、ああ来ましたよアッパーは。あ肘、今肘がちょっとかすめてしまいました。ちょっとリードですね、ちょっと厳しいですね。ただ藤原さん、はい、先ほどのレイの、ね、表情を見てもやっぱりそれだけ勝ち上がりたいんですね。本当にね、この人はもういつももうガンガン前前に行っていただいて、はい、ね、行ってくれて面白い試合でもう観客沸かしてくれますよね。三度イエローカードが出されました。今度はタックベアなくて肘による攻撃、減点1となりました。まあ、もちろん攻防の中の完全肘じゃないですね、振り払おうとしてその左の肘が立ってしまいました。痛めてる方の目ですからきついですよね。そうですね、どっかりと腰を下ろして回復を待っているレイセフォー。このラウンド2回の下腹部への打撃、そして1回の相手の肘による攻撃がありました。すでに相手は減点1、3ラウンド制の場合は1ラウンド終了で試合が成立します。ああ場内のこの歓声はアウト、これはあアウトですか。ストップになりそうですね。やはり目の状態がね相当あれみたいです ね、 でしょうね。そうですか、何かとやってる今角田フォーカスプロデューサーがリングに上がりました。これ難しいですね。どういう試合の経験について私の方からご説明申し上げます。はい、ただいまカーター・ウィリアム選手の反則攻撃、肘による攻撃により、レイ、ステイネニュートラルコーナー、OK? 今の肘の反則攻撃に関してはレフェリーの方から減点1が与えられました。先ほどから1ラウンド終了時から再三ドクターのチェックが入っております。これは1ラウンドからのレイセフォー選手の右目の腫れに関しまして、
眼下骨折の疑いがある旨のドクターの再三のチェックが入っております。今のただいまの検診の結果、ドクターからはこれ以上試合を続行させることはできないという判断が出ました。トーナメントルールです。1ラウンドが終了した時点でこの試合は成立しておりますので、今試合がストップした時点までのジャッジングを集計します。この結果ポイントがリードしている選手の勝ちになりますので、ジャッジングの集計をお待ちください。難しい展開でしたね。試合は K1 トーナメントルールです。2ラウンド半ばで試合が止まりました。珍しいケースですね。1ラウンド終了時点で試合は成立しています。2ラウンド試合が止まった時点までのジャッジが集められて、その時点でポイントを取っている選手が開幕戦突破という形になりました。ただカーター・ウィリアムスは再三の反則攻撃により減点1をもらっています。これはちょっと減点1ですが、2ラウンドも取るんです。2ラウンドの終了時点までですね。2ラウンド終了時点までになると、ちょっとカーター・ウィリアムスは不利ですね。減点1が大きく響いてますから、はい、そうですね。両者がリングの中央に呼ばれました。あれに荒れたこの開幕戦、気合入ってましたからね、カーター・ウィリアムスは、ね、さあ判定です。ジャッジ中川圭介20対19、赤レイセホー、一人目はレイ、20対19、赤レイセホー、二人目のレイセホー、19対19、ドロー。以上、判定は2対0、あれに荒れたレイセホー対カーター・ウィリアムスの開幕戦初戦、結果は判定2対0でレイセホーがカーター・ウィリアムスを退けました。いや、カーター・ウィリアムスはですね、勝負で勝って試合に負けたって感じでしたよね。判定がですね、谷川さん、20対19が2人、19対19が1人、これやっぱりね、反則が2ラウンド目の反則が大きく響いてますよね。減点1がありましたからね、ということは減点1がなければ、ということになりますもんね。減点の1がなければ僕は勝負としてはカーター・ウィリアムスは、ね、勢いが見えたと思いますけどね。このあたりが勝ち名乗りを受けた後、レイセホーが小さく首を振った原因なのかもしれません。開幕戦は苦しい試合になりました。しかし苦しかったですね。とりあえずこれで東京ドーム行きのチケットを手にしました。この苦しさを12月の東京ドームの舞台でどう晴らしていくのか。右目を晴らしたレイセホー、苦しい戦いでしたが東京ドーム行きのチケットを手にしています。平和のあるのグランプリ2003ラスベガス大会優勝、カーターウィリアムス、ついに夢の舞台にたどり着きました。 K-1 ラスベガス大会優勝者カーターウィリアムス。赤コーナーは180cm110.2kg の盛り上がりなんてのは藤原さん、はい、まあ、初登場ですけどもちょっと引きつけるものはありますよね。ねえ、ちょっと波乱がありそうな感じですけどね。ちょっと予感はしますよね。これ久々にアメリカが強い選手が出たなって感じがしますよね、はい、しかしレイセホーが左のローキックで、まだまだお前が出てくるのは早いと言わんばかりのローキックです。まあ、これだけの大観衆での前でですね、試合するの初めてだと思いますから、はい、まあ、緊張しなければいいんですけどね。K-1 ワールドグランプリ2000準優勝、レイセホー、今年こそ俺が頂点を取る、南海の黒豹レイセホーです。それでは放送席ご紹介します。解説は K-1 プロデューサー谷川貞治さんです。谷川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、そしてもちろんこのお二方、長嶋一茂さん、藤原紀香さんにも放送席に加わっていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ始まりました K-1 グランプリ2003開幕戦。試合は K-1 トーナメントルール3分3ラウンド10カウントの3ノックダウン制です。3ラウンドで決着がつかない場合は最大2ラウンドの延長戦が用意されています。ようやくたどり着いた夢の舞台、カーター・ウィリアムス K-1 初登場。対するはレイゼホー、2000年はファイナルまでたどり着いた男。さあ、グランプリ開幕戦いよいよスタート。レイゼホーが今年こそ頂点を取るんでしょうか、それとも新鋭カーター・ウィリアムスが一気にこのレイソフを空も飲み込んでいくことになるんでしょうか。青いグローブがカーター・ウィリアムス。カーター・ウィリアムスいい体してますね。そうですね、この肩のあたりも